経路 B を通る光は、経路 A を通る光と経路 C を通る光の間の時間に到着する。地球から見ると、経路 B を通る光と経路 C を通る光は、同じ方角から来たように見える。光エコーは、天文学で観測される現象である。音の残響と同様に、超新星爆発のように突然強い光が発生した場合に、光エコーが起こり、 光源を反射して少し遅れて観測者に届く。その配置から光エコーは超高速の錯覚を作る。光エコーは超新星爆発のように急激に明るさを増す物体の初期の光が間にある星間人に反射されることにより生じる。観測者のもとには最初に初期の光が届くがその少し後に星間人に反射された光も届き始めることになる。光は 実際には、光成との間の距離しか前に進んでいないため、光エコーの速さは高速を超えるような錯覚を生む。右のイラストでは、経路 A を通る光は、光源から放出され、最初に観測者に届いている。経路 B を通る光は、光源と観測者の間にある、ガス雲に反射され、経路 C を通る光は、経路 A の水線上にある、ガス雲に反射される。経路 B と、 経路 C を通った光は観測者からは空の同じ点から来るように見えるが実際には経路 B を通る方がかなり近い。結果として観測者からは光以降が高速を超えているように見える。二つの焦点間の移動はどこを経由しても長さが変わらない。高速は普遍であるため同一の線光から出たすべての光は同じ距離を進んでいるはずである。 光が反射されると、光源と地球の間の取り得る経路は、光源と地球を二つの焦点とする、楕円体上の反射点に対応する。この楕円体は、時間とともに大きくなっていく。一角獣座、V838 星の光エコーの、説明図クレジット、NASA、ESA、ハップル宇宙望遠鏡によって、2002年に変更性一角獣座、 V838 星で大規模な爆発が観測された。この爆発によって直径は数ヶ月のうちに4光年から7光年に広がり、高速を超えているように見えた。この膨張は2010年まで続くと考えられている。光エコーはケフェード変更性とモザ RS 星までの距離を1%の精度で求めるのに用いられた。 この結果を報告した論文の出筆者によると、この測定法で求めた距離は、ケフェード変更性までの最も正確な距離ということで、ある。光エコーは、最近で最も近い超新星爆発である SN1993J と SN1987A との関連でも観測された。光エコーが最初に記録されたのは1936年で、 あるが、詳細は研究されなかった。地球と超新星残骸を焦点とする楕円体を計算し、楕円体がガスやゴミの雲と交差する位置を見つけることによって、過去の超新星爆発のかすかな反射を観測することが可能になる。これを用いて、天文学者は望遠鏡が発明されるずっと前に地球に届いた超新星の光のスペクトルを分析することができる。 また、それを数百年、数千年前の残骸と比べることもできる。一つの例は1572年に地球で観測された SN1572 で2008年に銀河系北部のゴミでかすかな光エコーが観測された。光エコーは数ヶ月や数年おきに撮影したガスやゴミの雲の写真を比較し、雲の中に 光の波紋が広がる様子が見られることで検出される。光源が未知の場合は、いくつかの観測結果を楕円体に当てはめることで、その位置をピンポイントで特定することができる。光エコーは、超新星残骸カシオペア座 A を残した、超新星爆発の研究にも用いられている。カシオペア座 A からの光は1660年頃から地球で観測されているが、 おそらくゴミに隠されたために見えなくなってしまった。別の方角からの反射によって、超新星爆発がある方角が別の方角より明るい非対象であるか否かが決定できる。カシオペア座への元となった爆発は非対象であったと考えられ、カシオペア座への光栄光を観測によって、2010年に初めて超新星爆発の非対称性が検出された。ありがとうございます。